カク城の小野寺です。カク城の10月公演、インテグラルのかかとは避けない、13人姉妹のモスクワの戯曲の元ネタについて、私が偏見と主観に満ちした解説を行います、予習の第6回目ですね。今回はね、ボッカチ用のデカメロンについて話します。えー、歴史上最も多くの発禁処分を受けたエロ本でございます。これはですね、いわゆるオムニバス形式というやつでして、えー、いくつものお話がまとめられたものです。そもそもデカメロンというこの言葉はですね、ギリシャ語で10日間全部というような、 意味ででして人人人の人々がですね1日に1人1話ずつ10日間ででで合計100話を語るという形式で描かれたものですつまりね、デカメロンは、えー、100個の話を集めた編集本ということですね。じゃあ、その100話を語る10人というのはどんな10人なのかと。14世紀に猛威を振るいました、えー、世界的伝染病のペスト。この習の第1回目でね、語りましたカミューもね、それをテーマにした小説を書きましたけれども、そのペストがですね、まさに蔓延していた末、 サカリのですね、1348年、それから逃れるために、フェレンツェの郊外にある屋敷に引きこもった3人の男性と7人の女性が、暇つぶしのために10日間物語を語るという大枠がまずあるんですね。つまりね、この話には100話の話そのものプラス、それが語られている世界の背景というものが設定されているわけですね。言ってみればですね、人類が滅びてゆく世界で、シェルターに逃げ込んだ10人の男女たちが、 その世界の崩壊を忘れるため、えー、そして、このシェルターから出られない退屈を紛らわせるために物語を語るということなんですね。こういうですね、語られる話の外に背景がある形式を枠物語と言ったりします。えー、例えば、アラビアンナイトですね、有名なところだと。シェラハザードという女性が、あの、王様に寝る前にベッドで、ね、物語を聞かせると。そして、そのお話に退屈しない限りは殺さないでいてくれるっていうような枠があるわけですよね。お話の語り手が外側 に存在しているっていうことですね。まあ後の時代ですとね、チョーサーのカンタベリー物語とかね、まあそして牧歌町がこのデカメロン書くにあたって大いに参照したというダンテの新曲なんかもそうですね。えー、私はですね、こういう枠物語という形式がですね、昔からすごい好きでして、語られる話の外側でも実はそれを語っている人々の思惑とドラマが静かに進行しているという形ですね。えー、アラビアンナイトではあの100日間のね間にシェラハザードは王様の子供を妊娠する するんですよね、一体いつそんなことしてたんじゃいって驚くんですけど、丹念に読み返してみるとですね、ひょっとしてこの日じゃねえかみたいなのがですね、あの、妊娠月から特定できるとかですね、まあそういう研究をしてる人がいたりするんですけど、あの、そういう風に読むことができるっていうことですね。ここで王様とシェルハザードにこういうことがあったから、この日の話はこれだったんじゃないかとかいうようなね、あの、重層的になりますよね、非常にね。 物語の構造というものが、その物語がなぜ語られる必要があったのかという必然がですね、物語の外側に用意されている。で、じゃあデカメロンのその外枠、えー、物語る必然とは何かといえば、えー、さっきも言いましたが、世界の終わりです、えー。10人の男女が引きこもるシェルターの外ではですね、ペストによって人類は今まさに滅びてゆくところなわけなんですね。つまり人類最後の10日間なんですよ。あの、シェルターにいる10人の男女が人類最後の10人ということですね。そこで語られる話というのがですね、空だらねんですね。 100話のうちのほとんどがですね、しょうもないゴシップ、えー、噂話、不倫の話、あとね、下品なエロ話です。<laughs> なぜこんなね、どうしようもないね、下ビた話ばっかり100話も集めたのか。 それはね、今世界が終わるからです。くだらない、バカバカしい話をして、そのことをね、必死で忘れようとしてるんですね。ここにこの物語の必然を用意してるということです。世界が終わる日に立派で哲学的な話なんてみんなしないんですよ。ただね、今この一瞬だけ、退屈と滅びから目を背けるためにだけ物語が必要なんです。この10人には。私はですね、中学生でこの話を実は読んだんですがね、その構造に大変感動しました。その枠があるおかげでですね、中身の話がね、くだらなければくだらないほど切実さが増すんですよ。 構造的って、つまりこういうことなんだなってうのが初めて分かったんです。構造というものがその物語を支配してるんだってことですね。決して中身ではない。構造というハードがその中身を決めてるんだっていうことです。だから、デカメロンで語られる100話のうちのですね、お話の一つ一つをね、わざわざいちいち取り上げて、 これはこういう話、これはこういう話っていうことにね、意味がないんですよ。その一話ずつがしょうもない打作であればあるほど、枠の切実さは増すわけですからね。先ほども言いましたけれども、もともとね、これはダンテの新曲に非常な影響を受けていると言われてまして、えー、ただしね、僕たちはね、それを参照したフォロワーであるだけにですね、そこにプラスアルファでさらに優れた要素を付け加えております。 それがね、テーマの設定です。10日間の物語でね、その1日ごとに異なったテーマを設定しているんですね。1日目は自由テーマ。2日目は多くの苦難を経た後に成功や幸福を得た人の話。3日目が長い間熱望したもの、あるいは失ったものを手に入れた話。4日目が不幸な恋人たちの話。5日目が不幸の後に幸福に巡り合う恋人たちの話。6日目がとっさのうまい返答で危機を回避した人の話。7日目がお とを騙した妻の話。8日目が男が女を、女が男を騙す話。で、9日目に再び自由テーマ。で、 えー、10日目、最後に、けたかく寛大な行為についての話です。あの、エロ話という点で言いますと、キリスト教のね、権威を地に貶めるような話が非常に多いです。坊さんも僧侶もみんなとんでもねえエロ親父ばっかで、教会に来た奥さん騙してやりまくりみたいな、<laughs> そんな話なんですよね。それまでのね、ヨーロッパ社会で、キリスト教の悪口ってね、もうタブー中のタブーであったのにもかかわらず、こんなしょうもないエロ話で、教会を徹底的にこき下ろした。でね、これはかなり重要なことでして、えー、読んだ人たちがですね、 あ、教会とか総理の悪口って言ってもいいんだっていうことに <laughs> 思えるようになったっていうことですね。えー、それによってですね、キリスト教の呪縛がね、だんだん緩んできて、で、その後のルネッサンスであったり、宗教改革が始まるきっかけに繋がっていくんです。で、それがさらに時代が進むと、科学と合理主義の時代を呼び込むということですね。この予習で散々言ってきました、あの、神のいない不条理な実存的世界、まあ、すなわち近代ということなんですけれども、えー、つまりね、不条理な実存世界のスタートは、 デカメロンであり、それはエロ本だったということです。エロ本が不条理を生んだということですね。ねえ、この <laughs> 予習順番に聞いてきた人はなるほどって感動するでしょう 私、今、完全に詐欺師の喋りになってますけどね。は <laughs> い、えー。そんなわけで、えー、世界中で発禁処分を受けまくったんですけど、日本でのね、例をちょっとご紹介しておきますね、えー。まずね、明治43年という時代に翻訳はされたんですけど、発売前にもね、発禁になったらしくて、次にね、大正5年ですね、戸川周骨さんという人が、えー、翻訳をしまして、えー、これはね、実際発売されたんですけど、発売した瞬間に禁止。あまりに下品だということです。で、そしてついに昭和に入ってですね、森田総平という人が 翻訳します。はい、できてきました。森田総平。漱石の弟子でですね、そしてとんでもねえゴシップ野郎です。よさのあき子の旦那さんだったよさの鉄管さんのやってた、まあ、私塾のような場所があるんですけど、そこはね、あの、女性の学校だったんですね。女性も学問をするべきだという高い志で始めた塾だったんですけれども、えー、そこで森田総平さんはね、講師をやってたんですけど、後に日本初の女性人権活動家となるですね、平塚雷長ですよ。 えー、その人の、ね、小説を褒めて仲良くなりまして、えー、ぐちょぐちょの不倫をね、しまして。で、えー、平塚さんはですね、とても毅然とした人だったので、まあ旅行に出てですね、二人で、えー、その先で、えー、森田さんに侵入しようと言って、えー、ナイフをね、突き出したと。なんですけど、森田さんはとっても下手な人だったので、逃げて帰ってきちゃったんですね。 でですね、そのゴシップをですね、なんと漱石の推薦でですね、朝日新聞に本人が連載したんですね。ゴシップの本人がそのことのね、点末をね、洗いざらい書いちゃってですね、大スキャンダルになったんですけど、結果ね、森田さんは有名になっちゃった。で、平塚さんの方はね、たまんないですよね。です。ものすごい抗議したんですけど、当然ね。でも漱石がね、あの、許してよんって言って、うやむやになっちゃったっていう話です。えー、なんかね、この森田さんの話がまんまデカメロン的ないですよね。<laughs> まあしょうもない昇進な男の不倫エロ話って感じ。その森田さんが、 えー、デカメロンをその後ね、翻訳したんですよね。えー、で、なんですけど、まあ、これも発揮になりました。で、なんでこんなに発揮になるのかなって、特にそのね、森田総平さんで、まあ、こんなスキャンダル野郎ではありますけど、当時はね、分断で、まあ、それなりに名の通った小説家であったにも関かかわらず、なんでか。 えー、なんでかじゃないんですよ。これをね、掲載した雑誌がですね、百戦百勝性愛秘技大秘術校っていう雑誌なんですよ。まんまエロ本。<laughs> エロ本に載せてどうすんだよっていうね。<laughs> その発見受けてるエロい話を。隠せよっていうね。でね、まあ、こういう状況ででも良くないよとデカメロンは別にエロ本じゃないよと。文化的にちゃんとしたいいものなんだよということをですね、当時、まあ、梅原さんという人が運動したんですけれども、じゃあこの声明文をですね、出したところがまたどこかっていうとですね、変態資料創刊号ですよ。ちょっと。 変態資料総刊号に書いてあるこれはエロ本ではなく高尚な本なのだという声明を誰が信用しますか <laughs> 資料に書くなよっって思ったんだけど <laughs> という感じでですね。まあ、話は尽きないんですけれども <laughs>。演劇の話っぽくね、最後に一つだけ付け加えておきますと、このデカメロンにね、実は影響を受けてんじゃないかと私がね、を密かに思っている企画がありまして、岡田司樹さんの岸大劇局賞受賞作の3月の5日間です。これはですね、2003年にアメリカ軍がイラク空爆を開始した3月21日を間に挟んだ5日間の話です。えー、六本木でで知り合った男女がですねラブホテルに5日間 持ってセックスをするんですね。 で、実はその5日間の間に世界は終わりに向かっているわけです。アメリカのイラク空爆によって。なんですけれども、ホテルにこもった2人はまあそのことを知らないっていうことですね。たまにこの2人は外出するんですけれども、えー、理由はわからないんだけれども、渋谷がなんだかいつもと違うようだという感じる。これはね、デカメロンでは10日間であった世界の終わりが5日間になっている。つまり人類がね、滅びに向かう速度が2倍になってる、えー。さらにね、ラブホテルの2人以外のね、エピソードもいくつか登場するんですけれども、そのエピソード自体がね、 この二人がね、ホテルで語ったね、物語なのではないかと読むこともできるような構造になってるんですね。 見知らぬ男女がホテルでセックスに浸っている間に世界は滅びていく話だと私は読んだんですけれどもそれがデカメロンに絡めてね語られている評論っていうのを不勉強ゆえかね私は読んだことがありませんので全然違うかもしれませんけれども仮にね作者が意図せずともですね構造の一致を見てしまうという点に本来の枠物語というものの強大さを感じることができますというわけで私も大きな枠の中で物語を語りたいと思っておりますのでね 13人姉妹のモスクワ、架空場のサイトでチケット販売中でございますので、ぜひよろしくと。またね、普段の架空場ラボではですね、岸田儀局賞という演劇の著名な賞を取った作品について、私が濃厚に語っておりますので、そちらもご覧いただいて、チャンネル登録などもしていただくとですね、励みになりますと。えー、次回はね、漫画、えー、なんとみんな大好き、大友和弘さんのアキラについて話してしまおうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは。